明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては平成26年の新春をしやかにお迎えのこと、思います。昨年の仕事始めの時よりもこの会場雰囲気がさらに明るくなって皆さんの顔も元気になったのではないのかな、こんなように、思います。昨年1年間は経済最優先で日本を立て直す戦い、皆さんと共に邁進をいたしました。おかげさまで成果は上がっています。この皆さんには自信が芽生えてきたのではないのかなと、こう思います。一番大切な雇用においてもリーマンショック後 0.42 倍まで落ちていた有効求人倍率がとうとう1まで来ました。1人の求人求職に対して1人の求人があるという状況までは来ました。まさにここからなんだろうとこう思うわけであります。また連合の平均によりますと、調査によりますと、ボーナスも昨年の冬3万9000円増えているわけであります。その、笑いを笑みを外に出さないようにする人も多い問題ですからなかなか気づきにくいの、で、ございますが、私の地元においても、だんだんとですね、地域の企業が賃上げを行うという決断するところがぼつぼつ出てきているわけでございます。まさに、今年4月から消費税を 5% から 1% に引き上げる判断を皆様と共にしたのでございます。この4月において多くの企業がしっかりと賃上げを行っていただけるかどうか、これが大きな勝負なんだろうとこのように思います。長く続いたこのデフレから脱却をするためには、それぞれがベストを尽くすしか道はないわけでありまして、我々自由民主党はその先頭に立ってデフレから脱却をして強い日本、誇りある日本を取り戻していかなければならない、こういう決意を新たにいたしておる次第でございます。今日先ほどエルドアン首相の歓迎式典を行ったところでございます。夜には首脳会談を行います。そして今週の木曜日から15日までアフリカ中東を訪問することを予定しております。その後ダボス会議に参りました。基調講演を行い、日本が目指す方向についてしっかりときちんと説明をしていきたいと思う次第でございます。いずれいたしましても、今年はまさに躍進の年としなければならないわけであります。私も皆様と心を一つにして全力を尽くしてまいる決意でございます。本年1年間日本にとれまして、さらに良い年となりますことを記念いたしまして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。